そうですね、ちょっと今日はこうまっすぐがこう力入れたらちょっと引っ掛けたり抜けたりっていう感じだったんで、まあ、今日はすごい脱力を意識して、投げました。そうですね、まあ、まだこうボールのスピードだったりとかまだまだなんで、まあ、その辺を今度追求していきたいと思いますね。そうですね、やっぱり、この前の試合もだったんですけど、こう変化球を、どれだけストライクゾーンの中に、投げ込めるかが、自分の大きな課題だと思ってるんで、そこを、これからまだ取り組んでいきたいと思います。変化球ですね、やっぱり変化球を変化球で、ストライク取って、強いまっすぐで、空振りを取れるように、やっていきたいと思います。